兵庫県新温泉町では大雪の影響による倒木で道路が塞がり、24世帯が孤立しています。新温泉町では今月15日の朝から降った大雪の影響による倒木で道路が塞がり、一時5つの集落35世帯が孤立しました。今日午後3時過ぎの時点で孤立しているのは新温泉町の高山、宿の谷、御坂の3集落24世帯です。今日は倒木により車が通れないため、新温泉町の職員が孤立する集落までおよそ1時間かけて徒歩で灯油や発電機、それに衛星電話などを運び込みました。初めてです。僕は生まれて初めてです。初めてですか。これはもう通行止めになったのは町の方から、ああいうふうに灯油を持ってきてもらったりね、して今日は持ってきてもらったんですけど、申し訳ないです、とでも僕自体が歩くのは大変なのに。新温泉町では随時孤立した住民の安否確認を行っていて、体調不良を訴えている人はいないということです。また関西電力によりますと、今日午後4時過ぎの時点で豊岡市でおよそ1240軒、新温泉町でおよそ1020軒、香美町でおよそ650軒、養父市でおよそ40軒で停電が続いています。関西電力は今日中の復旧を目指しています。